中のロッテは同点で迎えた3回、バッターは3番のフランコ。ライトスタンドのポールを直撃する一発は2試合連続となるツーランホームラン、勝ち越しに成功します。これで火がついたロッテ打線、その後ソフトバンク投手陣から面白いようにヒットの山を築き、この試合大量15点の猛攻。一方ロッテ先発渡辺俊介は7回、ソフトバンク柴原に通算1000本目となるヒットを許します。がしかし付け入る隙を与えず、8回を投げ3失点で無傷の5勝目、ロッテついに10連勝です。という好成績は実に45年ぶりとなっています。そして9連勝で迎えたソフトバンクとの第3戦、連勝を10に伸ばせば20年ぶりの快挙となりますが、果たして結果はどうだったんでしょうか。2位ソフトバンクを相手にこの日も首位ロッテが連勝を伸ばすのか。ロッテは2点リードの2回、先発渡辺俊介がソフトバンクの4番松中に捕まります。10号ソロで1点返されると、この回同点とされ、試合は振り出しへ。しかし今のロッテは勢いが違います。直後の3回、ブランコがライトポールを直撃する勝ち越しのツーランアーチ。この回3点を挙げ5対2として流れを引き戻すと、6回には連打でチャンスを作り4番ベニー、ライトスタンドに飛び込むスリーランホームランでソフトバンクを突き放します。打線の援護に渡辺俊介もキレのいいストレートを軸に危なげないピッチング、毎回のようにランナーを出しながらも要所を締め、8回まで3失点と好投します。さらに12対3と大量リードした9回にもロッテは攻撃の手を緩めません。防御率 0.00 のソフトバンク守護神見せから、4番ベニーがこの日2本目となるスリーラン。ロッテがソフトバンクを3立てし、20年ぶりの10連勝です。パ・リーグの順位です。止まらないロッテの快進撃。